こんにちは。パリーグのベストナインね、いきましょうか。うん、まずはピッチャーです。まずはーって生まってる。まずはーってまずはーって、大丈夫。ソフトバンクのまずは千賀投手です。はい、ピッチャーは、はい、まあやっぱりインパクトはあったね。いや、もう今年なんか入選画みたいなのが見れたよね。なんか球速も増してるしさ、はい、久しぶりにこうバッターってさ、高めを狙っていけっていうわけ、はい、で低めっていうのは変化したりだとか落ちたりだとか、まあいろいろするから、高めはこう目の近いところにあるしミートしやすいしって、高めいけ高めいけって、うん、まあよく指示は出すんだけど、バッティングコーチなんかね。千賀は高めで勝負ができるピッチャーになってきたね。すごいですね。一皮むけた。何があったんですか、聞いてみたいですね。 やっぱね、千賀に今年聞いたのは、うん、ダルビッシュとの出会いが大きかったって言ってたね。ダルビッシュ投手と、ダルビッシュとのその話の中で、うん、なんかすごくヒントを得たという。これはもうダルビッシュに何か聞いてみたいっていう。そうですね、千賀投手とどんな話をして伝えたのかっていう、うん、なんかね、千賀はね、ここまでここを確立しようとしてたみたいな。でも、うん、ダルビッシュの話を聞いて、うん、ワンランク上にを目指さなきゃいけないということに目覚めたっていうか、だから体のこともそうだし食のこともそうだし、はい、そういうことをなんか、うん、話すきっかけがあって、はい、なんか考え方が全然変わって、はい、今年の千賀が生まれたっていう。だから俺も、はい、なんかダルビッシュのその YouTube のチャンネル見てて、はい、焼きおにぎりを僕食べますよみたいな、うん、俺炭水化物をちょっと落とす減らそうかなとか思ってたの、はい、やっぱちょっと痩せなきゃいかんなと思って、うんうん、だからダルビッシュがこの焼きおにぎりうまいんですよとか言って、僕1日平気で7、8個食べますよ、うん、なんか言ってんの、はい、買ったよ。買って食べた。ちょっと確かにうまい。伊藤さん、そこでどこを目指してる。いやいや、俺炭水化物を食べちゃいけないから、痩せるにはね、痩せるには、うん、だから控えようかなと思ったら、うん、いやそんなことないですよ、僕炭水化物食べますよみたいな、はい、いやダルビッシュってストイックなイメージがあるじゃん。はい、ありますね。食に関してもトレーニングも、ね、そう、うん、だからなんかこう計算され尽くしてるというか、うん、でもいきなりおにぎり、日水の焼きおにぎりみたいなの出してきて、いや美味しいんですよ。いやあれだから買った買った、買って食べてみた。どのぐらい何個いきました。いやだからそれは抑えるよ。抑えました、うん、ちゃんとそこは。そう、でもこれからなんか主食になりそうだよ。いやだから違う小腹すると空く時あるじゃない。あります。いやその時に変にこういろいろ食べちゃうよりもお菓子とか、うん、この焼きおにぎり1個食べる方がいいのかなと思って、体にね。あ、そうですね、うん、スナック菓子に行くよりかは体が痩せるっていう意味ではいいのかもしれないですよね。そうそう、はい、いや何の話やねん、千賀投手の話やね。だから千賀の話、はい、だからそういう風になんか新しい千賀が見れたというね、うんうん、時点は時点有原投手です。でしょ、はい、有原も良かったんだよ。うん、うん、力あるもん、うん、でね、カットボールを多投してて昨年なんかそれが抜けてよく打たれてたのね、はい、今年はねもう一回力に戻したんだよね、フォーシームに、はい、でそれから良くなった、うん、だから非常に高いレベルの争いが来年以降も続くのかなっていう。パ・リーグ投手陣、うん、で則本もいるしね、今年は振るわなかったけど、はい、手術あげてね、うん、だから非常に高い、だから価値あるよねパ・リーグの。なんか、ね、あとオリックスの山本投手もありますし。ああすごいよね、山本何票だ。いや24なんですよ。ああこれはいかんな。うーん、もうちょっと見てほしいね。そうですね、もうちょっといくの得意。防御率1点台ってね、はい、そう今の時代なかなかないから。ただ投球イニングがね、まあ、ちょっと少なかったっていうこともあるけどね、はいはい、うん、だけどもう将来的にはどんなピッチャーになるのか楽しみだよね。そうですね、うん、じゃあ続いてキャッチャーなんですけれども、はい、圧倒的ですね、西武の森友哉選手。はい、はい、下位は2票なんですよ。ああやっぱ首位打者を取った、優勝した、ほとんど一人でかぶった、はい、っていうところの評価だろうね。会はやっぱこう大事なところで変えられたりだとか、はい、まあそういうところもあったし、そういう印象もあるしね、うん、やっぱバッティングがやっぱ圧倒的に違いすぎる、うん、まあ会も頑張ってるよ、はい、キャッチャーの中ではね、うん、だけど森は抜けてる。そうですね、あ
だからこれはもうやっぱ文句なしだと思うわ。はい、ファーストはやっぱりセーブですね。はい、山川ドスコイ、ドスコイね、うん、ドスコイ選手、山川本人とすれば、はい、やっぱどちらかというと、まあタイトルは取ったけども、はい、不本意なシーズンだったと思うんだよね、うん、それはなぜかというとやっぱ最後まで4番も4番務められなかったということもあるだろうし、はい、なんかこう最初のホームランペースから比べるとかなり落ちちゃったということもあるだろうし、うん、はい、だから本人の中では悔しい思いが多い1年だったのかなっていう気はするけどね、うん、まあチームが優勝したから良かったけども、はい、まあだけどでもそれでも圧倒して取ってるわけでしょ多分。そうですね、約230で時点の銀次選手が18なので、まあ そうだね、そうですね、うん、だから高いレベルにいってるよね、もう山川がね、うんうん、その数字がそうですね、だから60発目指してほしいな。60いけると思うけどね。おお、いけると思うよ。60発、ちょっとそこら辺も、まあ、考え方を変えるとね、うん、あれだけ振らなくても入るから、うんうんうん、うん、だからもう少しこうミート率を上げていくと、はい、すごくもっと簡単に打てるような気がするけどね、はい、伸びしろありと楽しみです、はい、セカンドは浅村選手、はい、あですね。時点は外崎選手ですね。すごいよね、うん、だって森でしょ、うん、山川でしょ、山川選手、はい、で浅村はまあ西武出身だよね。そうです。で時点が外崎って、うん、これ西武だよね、うん、だからもうすごいよね。かなりいい選手がやっぱりいるっていうことだよね、西武には。野手はね、いやだからそれやっぱりその優勝できるだけの、うん、その力がある、ね、あるってことなんでしょうね、はい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 、まあでも浅村文句ないね。そうですね。でもやっぱこう、うん、なんかプレッシャーに打ち勝っていくというかさ、はい、なんかそんな、まあどこ行ったってバッティングは変えないよみたいな、うん、変わらないよみたいな、うん、まあそういうなんかどっしり感があったね、今年ね、はいはい、そしてサードも西武です。はい、中村拓也選手。ああ、俺は中村に関しては感動的だったね、はい、それおっしゃってましたね。あ、うん、なんかコツコツコツで8番打つ時もある、7番打つ時もあって、うん、でもなんか勝負強さがあってみたいな、うん、で山川がこう疲れた時に戻って4番に戻って、うん、そこでまた結果を残し、うん、打点を取るという、はい、いやこれはねやっぱ中村のこの性格的な粘り強さ、はい、それに感動するね。うん、まあ立派なベストナインだよ。そうですね、はい、そしてショートは源田選手です、はい、これも、ま、これまたセーブ、すごいねすごい。だからソフトバンクは強い強いっていうふうに言われてて日本一取ってるけど、はい、ここ選手、うん、野手の、はい、そしたらセーブってかなりレベルが高いよね。いやすごいですね。あとピッチャーだけだけどね。あそこだけ、ね、いやすごいな、まあ、辻監督とは今度ね対談があるんで、あじゃあそのあたりを、ね、そのあたりをここでいろいろ聞きたいですね、はい、そうで時点は茂木選手。あ、まあ、今宮がさ、うん、体調が万全であればね、はい、まあ、いろいろ足のちょっとした故障だとか、はい、いろいろあって、うん、まあ、最後には本領発揮したというかさ、うん、西武戦で3本のホームランを打ったりだとかさ、はい、1試合ね、しましたもん、ね、だからまあ実力はもう源田と双璧というかさ、はい、むしろバッティングだったら今宮の方がなんか怖い存在になってるけど、まあ源田は安定してるね。やっぱ守備もそうだし、まあ、バッティング小技、はい、まあそんなことに関しても、うん、まあいい働きをしたよね。そうですね、うん、それは外野手なんですけれども、はい、はい、1人目、はい、まあ、あれですね、西武の秋山選手、まあ、今日もね246票、うんうん、春先悪かったんだけどね、大丈夫かなとか思ったんだけど、はい、だけどよく戻したね、うんうん、やっぱ実力あるんだよ。ですね、確固たる実力があるというか、打ち方を知ってるというかさ、はい、まあ大したもんだね。でもね、はい、メジャー行っちゃいますね。メジャー行く、うん、でも福田が入ってくると思ったんだらさ、うん、なんか今日の発表では、はい、福田はロッテだって、はい、俺ロッテが見守るでしょ、はい、すごいですね。いやどういう交渉術があんのかなっていう、はあ、口説き落とす、なんか里崎が手回したんじゃないかと思うぐらいなんかロッテ行くけどさなんか回し物じゃない里崎は大丈夫実は交渉の
一緒にいた場所に。もう喋らせたら止まらないからさ、分かりましたって言うまで喋り続けてさ、返さないみたいな、もうそんな感じ。聞いてみましょうか。聞いてみとかないかな、本当に。そして、まあ、秋山選手が246票だったんですけど、はい、241票でオリックスの吉田選手です。はい、あ、まあ彼も頑張ったよね。で、過去を振り返ると怪我で非常に、ね、泣かされたんだけどさ、今年はなんかこうずっと出続けることができて、うん、まあ、結果も残し、まあ、タイトルにも絡んできたよね、はい、まあ、出塁率と首位打者争いとか、うん、だからもう本当にパ・リーグの顔になってきてるというかね、うん、だからオリックスは今低迷してるけど、はい、まあ、吉田中心にね、もう柱ができたわけだから、はい、だから中心になんか強くなっていってほしいなと思うけどね。ですね、はい、そしてロッテの荻野選手です。ああ、よかったね。よかったやっと報われたっていうようなね、本当に、うん、感じはするよね、うん、まあ、よく本当にリードオフマンとしてチームを引っ張ったし、はいはい、で来年ロッテって楽しみになってきたよね。すごいですねこれ、うん、だから補強をね、パ・リーグで手を挙げてパ・リーグに移籍をする。普通だったらパ・リーグの選手ってほとんどセ・リーグに移籍してきたけどさ、あ、でも今もう パ・リーグの世界から出ないというね。なんかやっぱりあるんですかね。なんかあるのかもね、パ・リーグがいいというか、うん、そういう流れがね、でもロッテってやっぱ荻野がやっぱ来年もしっかり今年みたいな成績を残すと戦力も整ってきたし、はい、まあ、強くなる可能性はいっぱいあるよね。そうですね、はい、で辞典が近藤選手です。何票？19票。ちょっとこれがかわいそうなんだよね。いきなりどんどんちょっとね下がってしまうんですけれども、うん、で次は太田選手です。太田大使、ね、はい、太田大使まで来ると、はい、やっぱりちょっともう少し率とか安定感を出していかなきゃいけないね、はい、ただ近藤っていうのはザ安定感なんだけどさ、はい、タイトルも取ったでしょ、出塁率のね、で票が集まらなかったっていうことは、うん、やっぱこうなんていうのかな、もう少し一回り大きくなんなきゃダメだね、うん、で最終戦かなんか、日本ハムの最終戦かなんか札幌行ったんだけど、はい、札幌の最終戦かな、まあ、その時に近藤と俺言おうかなと思ったの、お前出塁率ばっかり考えてて、はい、こう勝負に出ない打席があるでしょって、うん、追い込まれたらもう流すとかさ、はい、怖さがないわけ相手のバッテリーからすると、まあ、どっちみち流してきて長打ないんでしょみたいな、はい、で俺それが気に入らなかったの、近藤のバッティングの技術を見た時もったいないっていうことですね。そしたら近藤の方から、はい、江戸川さん来年からちょっと変えます、はい、もっと振ります、おもっと怖いバッターにならなきゃダメですわって、このままじゃ行き詰まりますって彼も感じてたから。あ、そうだったんですね、うん、だから来年に期待をしたい。あ、そうですね、うん、今年その言っていた言葉がどう来年実行されるかっていう、うんうん、だから近藤のためには、はい、例えば票も集まらなかった、これはいいことかもわかんないね、うん、逆に、うん、これが発奮材料として来年に向かうと、はい、うん、もっと激しい外野手の争いになってくるかも、ベストナインのね、面白いですね、面白いです、はいはい、そしてベスト DH あるんです、パ・リーグなので、はいはい、デスパイネ選手です。あ、はい、2位はブラッシュ選手です。あ、ブラッシュもね、よかったけどね、うんうん、ブラッシュ春先見た時こいつ何本打つのかなって楽しみにしたけど、はい、ちょっとこう休みがちであったりだとか、なんかこう精神的な不安定さを少し感じたシーンがあるのね、はい、うん、まあ、それさえなくなったらデスパイネ以上に打つかもわかんないし、ほう、うん、まあデスパイネって安定してるよね。そうですね、デスパイいいねですよ、親父ギャグ、うん、まあみんなに言われてるギャグだけどね、親父ではない、親父ではない、親父は、はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。